ゆかです。ログ TV、39日目でしょうか。今日は新月です。そういえば射手座の新月、とても意味のある新月です。今日っていうのは、話せば長くなるんだけど、木星ってありますよね、ジュピター。木星はラッキースターって言われていて、で毎年ね、その木星って1年間ぐらいおきに、星座をこう渡り動いていくんですね。今年は、射手座木星期って言って、木星がずっと射手座にある年でした。で、木星が射手座にあると何が起きるかというと、射手座っていうのは木星のホームベースであって、まあ、木星の故郷みたいな感じ、実家みたいな、だからすごく、本領発揮するんですよね。ラッキースターの木星だから、ラッキーの本領発揮みたいな。だからまあ今年ね、いろいろ生活が変わったりとか、なんかいろんなチャンスが舞い込んできたりとか、した人が多かったんじゃないでしょうか。なんか最近の芸能人の結婚ラッシュとか、ああいうの見ててもね、射手座ってそういうパートナーシップの、つかサドルと、星座でもあるね。なんかで、そういう縁談とかそういうのも関係してるんじゃないかなと思います。で、もうでもその射手座木星期は来週で終わるんですね。12月3日で終わります。こっちは2日かな、日本時間の3日かな。で、そこからは射手座が今度ヤギ、木星が今度射手座からヤギ座に移り変わって、また新しい時代が始まります。で、今日はそのね、射手座木星期をね、締めくくる射手座で起きる新月なんですよ。だからすごくなんかクライマックス感というか、本当にフィナーレを飾る新月ですね。で、何でしょうかね、ちょっと私はまあ、今日はね、朝から、まあ、あるニュースを聞いて、まあ、プライベートなことなんですけど、ニュースを聞いて、このタイミングでこれ来るかみたいな感じだったんですよ。すごくショックでね、もう本当、久々ぐらいにおえつが止まらんほど泣いたんですけど、やっぱり今日この、ね、新月の日に起こったっていうのにも本当意味があると思ってるんですね。まあそうね、もうこれからどういう風に動いていくか分かんないんですけど、その出来事が、でも絶対今日起こったっていうのはだいぶ意味があるものだと思っています。だから、前向きにポジティブに考えてますね。こうやってなんかね、怒って心揺さぶられても、なんかこういう宇宙のね、流れというか、そういうのと引っ掛けて考えると、ちょっと心が楽というか、あ、やっぱり意味をなして見事って起こってるんだなって思ってます。だからまあちょっとね、気を取り直して、今日は動けないかなと思ったんだけど、気を取り直してボランティアに行って、夜もちょっと用事があるので、そっちもちゃんと行って、明日もちゃんと仕事行って行こうかと思います。まあね、また何か今日から始まっていくんでしょう。新月なんでね、新しい始まりのサインなので、こんな感じです。では、今日のボランティアは、ゲストスピーカーで日本の古
琴の演奏者の方がいらっしゃってくれるようで、琴の演奏を聴いてきます。ちょっとね、心を癒してきます。それではまた後ほどお会いしましょう。